はい、こんにちは、グリードです。さあ、なんかウィークリーチャレンジでコンバーションキットの、バースト銃ホルガー556のバーストバージョンが追加されてるらしいですけど、あえて動画にしないみんな動画してるだろうしな。今日は次回作の COD がコールオブデューティーブラックオプス湾岸戦争という噂がね出始めてるので、で、湾岸戦争っていうと、まあ1990年代、まあ2000年代、その辺そのあたりですね。まあほぼほぼ現代戦ですよ。まあ現代も2024年になりましたから、まあもうその辺もね、1990年代あたりもまあ過去戦というか歴史物扱いになってしまうのかもしれないですけど、まあ雰囲気近い年代で言うと、あの映画のブラックホークダウンとか、コールオブデューティー4モダンオフェア29ね、昔の方のモダンオフェアら辺ですよね。僕の年代の人は共感する人多いと思うんですけど、あのブラックホークダウンとプライベートライアンを見て育ったね、世代ですから。そして、まあ、次の COD すごくね僕ら世代に刺さる作品になるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回はねその年代の武器を再現しようかなと思いました。で、今回はこの辺ですかね、 M16A2 をちょっと作りました。カスタム構成はこんな感じになっております。おそらく次の COD で必ず登場するであろう武器ですね。M16 の A2。特にこのブラックホークダウンでも出てたこのグレネードバレルバージョンの M16 ね。ちょっと何言ってるかわからない人多いかなと思うんですけど、僕ら世代はね、やっぱりこう M16 といえばこの見た目が好きって、この見た目っしょっていう人が多いかなと思います。今の COD はね、これサイトとかつけちゃうとね、こう、上の部分が変わっちゃうんですよね。こういう風にちょ見た目が変わってしまうので、アイアンサイトでいきます。これあ、めっちゃかっこいいですね。よっしゃー、やっていこうか。ラストか、まあ、ちょっと普通のマップの方が立ち回りとかは見せれるかなと思ったけど、まあ、久しぶりだからやっていこうかな。おほほほほ、じゃあ一旦上取っちゃうよ。おっと、地雷が置いてありまして、下に結構な枚数いるな。どうだろう、モダン2の後半に強化されてそこそこ強かったけど、モダン3体力150だからな、どんなもんかな。あんまり刺さらなそうな感じはしてるんだけど、はい、おいしょー。こういうことですよ、グレポンの使い方は。隠れた敵に対してポンとねやれば、あ、いい感じになりますよと。これ多分右側かな、ちょっとある程度キルスト出るまで上使おうかな。でももう弾がないから、そろそろ降りて敵の武器を拾いたいところではありますね。ちょっとこのぐらい危ないよ、あの辺拾いたい。おお、危ない。多分拾おうとすると死ぬんだよなこれ。 OK、 拾えた。なんだろうこの武器、こんな武器あったっけ。どうだ、あ、これもうバンドルのやつじゃないかな。どうだろう、そっから来るかな。敵の UAV 出た、あの上に乗ってるっぽいな。全然ブレないけど、これ威力めっちゃ低いやつやね。おっと、危ない。一旦さ、下下がって。そっから湧いてきてたりしませんかね。で、そこいる。手前にいるけど見えない。見えない。OK。ここキルストリークしっかりつなげていきたい。敵の UAV も出た。OK。意外とここバレないんよな。でもそろそろバレると思うから、一旦移動したいところではあるな。アドバンスを出たけど、これもうそろそろやばいな、これさすがにな。まあ分かってましたよ。3、2、1、はい。やっぱり、そう、COD4 のこのセムテックスとかなかったもんね。やっぱグレネードといえばこのフラグ。なんか久しぶりに COD4 やりたくなってきたな。COD4 っていうのは、まあ、COD がこうマルチプレイヤーがね世界的にこう流行り始めた作品なんだけど、まあやっぱりこう熱狂的なファンが多いんですよ。で、 COD で唯一一度だけリマスター化された、過去作がリマスター化されたゲームではあるんだけど、まあ、リメイクかな、どっちかっていうと、まあ、すごく人気なものではあるんだけどね。で、そのリマスターされた時に、やっぱりこう、過去のファンがね、やったぜ、ついに、俺たちの大好きな COD が帰ってきたぜ、おいーみたいな、盛り上がりがあったんだけど、いざ出てみると、やっぱりみんな思い出補正で、当時の。今やってみると、まあ面白いけど、そこまでやな、みたいな。特に新しい要素もあんまないし、武器のアタッチメントとかも少ないし、みたいな。
割と発売から数週間ぐらいでもう盛り上がり冷めちゃったんですよね。だから僕が思うにね、やっぱりこうリマスターものっていうのはあんまりなくてもいいのかなとは思うんだよね。まあ、現代機、例えば PS3 だったのが PS5 でもできるようになるみたいな、それだったら面白いかもしれない。たまにやる分にはね。やっぱり FPS とかってさ、最初にやった作品がやっぱ一番衝撃的だし、まあ、特に昔はさ、そんなにみんな FPS とかやったことないから、FPS というもの自体がすごく新鮮だったよね。ね、7、8年前とか、10年前とかさ。あ、そう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 。僕もなんだかんだ、今年、2024年で、ついにね、この COD e スポーツとかに、この世界に入って、e スポーツという世界に入ってから10年経ちましたよ。ついに。ついに10年。もう、おっさんっすね。まあ、18が、ね、28になりましたから、ね、30手前も。いやー、早いっすね、ほんと。時間経つのは。まあ、よく言われるのはさ、年齢による衰えみたいな。僕はね、そういうのあんま感じないんですよね、なんか。まあ僕の周りもさ、40代でさ、全然バリバリ毎日夜中までゲームしてるおっちゃんとかさ、仲間にいるからさ、どうなんだろうね。まあさすがに5、60代みたいな、こう、本当に高齢者になって、なんか老眼になりましたとか、そこまでのレベルになると、年齢の衰えみたいなのは感じるかもしれないけど、まあ、僕的には年齢の衰えで FPS 能力が落ちるみたいな、あんまないんじゃないかなと思ってるんですよね。FPS ってあんまり反射神経とかさ、使わないからさ、ぶっちゃけ。これ結構配信で何回も言ってるけどね。反射神経に頼ってるようじゃ毎回勝てないんで、FPS なんて。わ、眩しすぎる。すげえ、いい感じに雑談しながらいい感じにキルが進んでるよ。で、僕が思うに、なんか、やっぱり大人になると普通にさ、仕事ができて、まあ、できる人は、ね、奥さんもできて子供もできてみたいな、単純にゲームだけじゃなくて他にいろんなことをやらなくちゃいけなくなった、仕事の疲れとか、まあ、そういう原因であんまりこうゲームが昔よりパフォーマンスが出せなくなるっていうことはあるのかなって思うんですよね。ほう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 。あれ M16 に強いな。そしてでもやっぱこういう昔の武器使うと楽しいですね。なんか昔を思い出す、本当に。COD4 とかね。ね。モダンオフェア、やっぱりこう思い出に残ってる人が多いんじゃないかな。うん。まあ、結構、30代とか荒さになってくるとは思うんだけど、ね、モダンオフェアが思い出になってる人っていうのは。あ、まだ上いる？これ、クレポンじゃない？どう？聞く？これ。直撃の前。おー、湧きすぎ、湧きすぎ。あ、結構試合もいい感じになってきた。ちょっと正直話しながらプレイしてるからあんまりな、ちゃんと話せてないかもしれないですけど雑談国、今日の動画なんだこれ、どういう動画だこれ、どういうテーマであげればいいんだこれ。なんかだいぶ話がそれた気がするな。まあ COD は何でしょうね、本当にいつでも子供の頃に戻してくれるゲームって感じがしますね、僕は。あともうちょっとだね。とどめさしちゃおうか。おお、よく見えたな、敵。84キル。ちょっと100キルには及ばないかな、これは。さあ、どうだ、どうだ。急にダバるじゃないですか。いや、拡張マガジン大正解。どうなってるこれ、どうなってるこれ、どうなってるこれ。やばい、終わっちゃう。ワンチャン100キル、ワンチャン100キル。どうだ。あー、92キル。はい。というわけでお疲れ様でした。まあ、今日はね、この M16A2 カスタムでやっていきましたけども、まあ、たまにはね、再現カスタムで遊んでみるの非常に面白いんで、おすすめでございます。それでは、お疲れ様でした。